藤川、今回はまあ練習段階から本当にいい練習ができていて、自分の中でも2時間7分台狙えるぐらいの状態で練習できていたので、まあ、そこをターゲットにして走ったんですけど、こういう展開、こういうコンディションもあって、途中まではまあ良かったんですけど、途中からペースが落ちた時に、まあ、MGC っていうのがやっぱり頭の中によぎって、そこでまあしっかり粘って粘ってっていう風なレースになりました。今回4回目のレースだったんですけど、過去3回は思うようにいかなくて、で実業団入ってからも1年目2年目っていうのはなかなか結果も出なくて厳しい時期も続いていたんですけど、今約3年間ちょっと怪我なく練習ができていて、本当にもう陸上はやっぱり継続するっていうことが一番かなと思って、なのでまあ自分としてはタイムとかそういうところを見ると全然納得はいかないところなんですけど、まずは金を得たということで、そこからやっていければ、できます。